皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は香水という曲の解説、弾き方を皆様にご紹介させていただこうかと思います。ちょっくらやってみるとこんな感じのフレーズです。少しやってみます。こんな感じのフレーズでございます。で、曲を聴いてなんとなく感づいている方もいらっしゃるかと思うんですが、僕が今弾いた8小節のフレーズを曲の一番最後から最初から最後までもうずっとねひたすら繰り返したんですよ。だから僕が今弾いたこの8小節のフレーズを頑張って習得していただければ、もうこの曲もう最初から最後まで1曲丸々弾き切ることができるんです。すごいお得ですよね。8小節覚えたら全曲もう全部いけんすよ。1曲丸々いけんすよ。なんてお得なそんな感じの曲でございます。まあちょっと曖昧に難しいところもあったりとかするんですが、頑張って乗り越えていただければ幸いでございます。で、この動画はね、結構その初心者の方に向けてお話をさせていただこうかなと思っております。だから結構説明がね長くなると思うんだ。でもその中でこれは大事だなとかさ、忘れないようにしておこうって思うこともたくさんあると思うので、紙とペンを用意していただいて必ずメモとかを取りながら、見ていただければ幸いでございます。で、逆にある程度ギター弾ける人からするとね、おいおいおい、そんなところはもう別にすっ飛ばしても構わないぜっていう人もいらっしゃると思うんですよ。そのところ別に説明しなくてもいいぜボーイみたいな人もいると思うんですよ。まあまあそういう時もあるかもわかんないけども、まあお酒でも飲みながら、ジュースでも飲みながら、なんかボリボリお菓子も食べながらなんかこうのほんと、のんびりと、動画にお付き合いいただければ幸いでございます。のんびりいきましょう。のんびり楽しんでいきましょう。ではでは早速いきましょう。あ、でも前提だな、早速の前にいくつか、まずカポタストの使い方についてなんですけども、この曲はカポ1、カポタスト1フレットにはめた状態で演奏をしていきます。この時にね気をつけたいことが3つあります。3つ。まず1つ目は、カポタストはできる限りその自分の方に寄せてはめましょう。このフレットっていう金属のパーツ、このそばをできる限り自分寄りに寄せて、押さえると、極端に悪くやるとこういうこと、こんなん、これちょっと遠いじゃないですか。これで鳴らすとなんかこうビビビビみたいな感じ、なんかあんまりこのみたいな感じのあんまりこうかっこいい音とかしないんですよ。で、あんまりこうね、こっちに寄せすぎてこのフレットの上に乗っちゃってもダメです。これもこれでみたいな感じになっちゃうんで、できる限り自分の方に寄せて、なおかつそのフレットの際を鳴らすように、押さえるようにしましょう。これが一つ目。二つ目は、僕みたいにこのカイザーとか挟み込むタイプのカポを使っている人は得意なんですけれども、このね、先っぽの方がね、この下からね、こうね、ニューンって出ちゃうと、この部分がね、結構邪魔くさいんですよ。人差し指が立っちゃったりとか、そのね、ポジションチェンジの邪魔になってしまうので、このね、ニューンって出すんじゃなくて、できる限りこの上の方に、この寄せて、こんな感じでこの出っ張らずに、押さえてあげると良いかと思います。これで OK で、カポタストをする前にチューニングをしてくださっている方すごいたくさんいらっしゃると思うんですけども、カポタストしたら必ずチューニングをし直しましょう。カポタストをはめた状態でクロマチックモードにして、そのチューニングの、電源つけてみて、で、だいたいね、そのね、なんかね、ちょっとずれてるはずです。ちょっとずれてる、ずれてなかったらラッキー。だいたいちょっとずれてます。で、ちょっと低いとか、ちょっと高いとかなってるんで、このアルファベットとか音名とか全く気にせずに、とりあえずそのちょっとの修正をすれば OK です。カポタストをしたら必ずチューニングをするようにしましょう。この3つのことは守ってください。そんな感じでございます。ではでは行きましょう。まずですね、最初。このフレーズからまず行きます。1,2,3,4,5,6,7,8 とある小節の中のまず1小節目にチャレンジです。いきましょう。中指で6弦の3フレットを押さえて、まあ、ブンと親指で弾いてみてください。ブンと親指でこの音です。で、その次、薬指で2弦の3フレットを押さえます。薬指で2弦の3フレットで、右手の人差し指と中指のこの2本で3弦と2弦の2本の音を弾きます。ブンと親指2本、親指2本、こんな感じです。親指2本。で、その次、親指でこの6弦の音を軽く叩いてあげて、6弦を叩いてあげて、この弦とフレットをこう叩きつけた時のこのパツッと音を鳴らしてあげます。
6弦2本発、6弦2本発、こんな感じです。ちょっとこのね、ツのやり方が分かんないとかさ、そのね、うまくならないとかうまくできないという方結構多いと思うんですけども、最後にちょっとまとめてやります。ちょっとその辺は最後にまとめてやりますので、今はまず手順を確認していきましょう。まずそのディティール、その細かいところこだわるところではないです。今はその手順を覚えるところです。手順を覚える、できなくてもいいです。ブチャツボチャツ、できましたでしょうか。で、右手のこの親指、人差し指、中指なんですけれども、ちょっとね、親指とかね、人差し指とか中指っていうのはね、名前が長いんで PIM っていう言い方をしていきます。 PIM PIM、これは本当ね、どの、ジャンルというか、そのギター界隈では共通の指番号なので覚えててください。PMI です。アルファベット。なんで、まあ、P でまず6弦弾いて、で、I で3弦。で、M で2弦。P、IM で2本。で、P で、つの音出すと。これが最初です。で、その次、その次 P で5弦の解放弾きます。P で5弦の解放。これです。で、人差し指で2弦と3弦の2フレットをまとめて押さえます。こんな感じ。1本1本いくんじゃなくて2本まとめて押さえます。で、5弦の開放を P で弾いたら、また同じように I と M で2弦3弦を弾きます。こんな感じ。お茶、つ。で、5弦2本弾いたら、また同じように親指でつの音を鳴らします。これが一小節目のパターンです。ボチャツ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 、こんな感じです。ボチャツボチャツ、これをちょっと頑張って練習してみてください。で、ここでもう皆様に、早速朗報です。喜んでください。朗報でございます。このフレーズ、この曲はその8小節のフレーズの繰り返しなんていう話は僕はさっきしましたけども、1,2,3,4,5,6,7,8 小節ある中の今1小節目をクリアしました。で、この1小節目のこれを1,3,5,7 の時に全く同じことをやります。 1,3,5,7 小節目で全く同じことをやります。だからこの曲って8小節の繰り返しだけども、今もうね、 1,3,5,7 小節ができちゃったんですよ。だからもうこの曲ね、もう半分できたのもんなんだ。もう半分できたんだ。もうこれ、これができればすごいよね。超お得だよね。もうずっと繰り返しだから 1,3,5,7 できるんですよ、これで。あとは残りのこのね、その奇数のとこ、あ、偶数か、偶数のとこですね。そこをマスターしていけば、もうこの曲はもらったも同然だぜ。頑張っていきましょう。1小節目終わり。2小節目いきましょう。2小節目、D コード知ってますか？ D コード、 D、 D 知ってる人は D をそのまま押さえていただければ大丈夫です。 D 知らない方のためにちょっくら、説明させていただきましょう。人差し指が3弦の2フレットですね。3弦の2フレット。で、その次中指で1弦の2フレット。で、その次薬指で2弦の3フレット。こんなコードです。このコードを作ったらば、また P で4弦弾きます。4弦で IM の2本で 2弦3弦ですね。4弦から2弦3弦で、また同じようにツを入れます。こんな感じ、こんな感じで、2小節目、こっからがね、超むずい。これもう見るからに難しそうじゃん。やばいよね。これにチャレンジします。いきましょう。まず D コードは押さえたままで OK です。で、 D コードを押さえた状態で、M の方がいいかな、 I でもいいかな、まあ、どっちもいいです。I の方がやりやすいかな。僕は M で弾くんですけど、好きな方でいいです。M でいきましょうか。 M で1弦弾きます。で、その後にこの小指で1弦の3フレットを叩いて音を出します。ピッキングしないんですよ。弾く、叩くみたいな感じ。こういう動作をハンマリングオンなんて言ったりとかするんですけども、小指をハンマーのようにバーンとこう1弦の3フレットにこう叩きつけて、うわーっといって音を鳴らすと、この叩きつけぶりが弱いと、なんかこのフニャフニャみたいな感じになってしまうんで、バコーンとドカーンと、小指を叩きつけてやりましょう。ドカーン、えいやーせいやー、こんな感じです。
で、このパリーと言ったら、ここでも大変なんだけども、もう一段落あります。マジかって感じですけど。弾いて小指叩きます。で、その後に小指を引っ掛けて、音を鳴らします。こんな感じ。わかります?この小指の音。これですね。あ、こっちか。これですね。叩いて、その後に、ちょっとこの、ね、小指を引っ掛けるような感じで、キーンと、キーンと。このまま小指を、この上にこうね、スーンと離すんではなくて、こうね、ちょっと下の方にこう、ね、ずらし込むというか、なんていうか、うらっつってこう、ちょっとこう、ね、引っ掛くんです。いやっつってこう、いやっつにゃっ、そうすると、あーみたいな感じの音が、なります、こんな感じです。これはこのプリングオフなんて言い方をするんだけども、ここがね多分初心者の方はね超むずいと思います。頑張って乗り越えましょう。1弦鳴らす、1弦鳴らす、ハンマリングプリング、1弦鳴らす、ハンマリングプリング、こんな感じです。しっかり音がはっきり鳴るように、頑張って練習してみてください。ポイントとしてはこの斜めにずらし込むという感じです。斜め、この上の方にこうね、あの上やっていくんじゃなくて斜めにずらし込む、こんな感じです。で、この D コードを押さえているこの3本の指が慣れない方はね、このね、動いてしまうんですよ。パニャーってやってるときに、パニャーって言ってるときに、パニャーみたいな感じで、なんかこの指をつられて、小指につられてね、その他の指がね、一瞬こうね、動いてしまったりとかするんですけども、この3本の指は不動です。ノームーブです。ノームーブ。ノーリアクション。ノーリフレクト。ノームーブでございます。ノープロブレムですよ。ノープロブレムですよ。まあそんな感じでございます。この3本は、そう、ノーリフレクト。あれ、エフェクト?こんな感じで小指だけを動かす。こんな練習をしてみてください。これね、あのね、どうしようかな。あ、これも後で話そう。その2の音とともに、そのね、あのパニアに関しては、パニアの話をしよう。後でしましょう。まとめてしましょう。このパニア、とりあえず手順を覚えてください。弾く、ハンマリングプリング。パニャー、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 パニャー。これパニャーと言ったら、その次、I か、もしくは M、どっちもいいっす。2弦3弦いきましょう、2弦3弦。パニャー、兄さん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 。みたいな感じで。パニャー、兄さん。I でも M でもどっちもいいっす。パニャー、兄さん。こんな感じでございます。で、余裕がある人は、さらに、パニャー、兄さんと言ったら、人差し指の音をプリングしてください。パニャー兄さんプリング。パニャー兄さんプリング。音源を聞くとね、こんな感じでプリングがね、ちょっと入ってるんですよ。で、このプリングはね、その、演奏しようと思って入れてるプリングではなくて、コードチェンジの合間に、こう、ついつい入ってしまったプリングって感じなんで、難しければこれ別に入れなくてもいいです。でも余裕があったら、入れてみてください。パニャーペンペンフンと。パニャー兄さんホイって感じで。パニャー兄さんホイ。このホイを入れた方が、それっぽくなるので、余裕があればホイを入れてください。でもそんな余裕ねえぜという方はホイ入れなくて大丈夫です。パニャー兄さんまで大丈夫。そんな感じ。パニャー兄さん。続けてやってみます。2小節目。D コードにして4弦を P で弾いて、2弦3弦を I と M で弾いて、ツ。で、そこから、パニャー兄さんホイ。パニャー兄さんホイ。です。ドチャス、パニャー兄さんホイ。こんな感じです。これが2小節目の動き。1小節目と合わせるとこんな感じです。こんな感じ。のフレーズが1、2小節目でございます。どうだったでしょうか。まあ、なかなかね、難しくて大変だと思うんですけれども、手順が分かったならば、ちょっとメモを取っていただいて、ちょっと休憩が必要な方は動画を一回止めていただいて休憩をして、分かんないとこがあった方は巻き戻していただいて、それぞれの思い思いの時間を、はい、レッツスタート!バーン!レッツスタート!どうぞ!このまま、行くぜという方は一緒に、続けていきましょう。行くぜ !3、4小節目に行くぜ!うわー !3、4小節目!こんな感じのフレーズです。3、4小節目。お気づきの方、ちょっと見てて、ちょっと見てて。僕今3、4小節目弾くから、3、4弾くから、ちょっと見てて。なんとなくお気づきかもしれないですけどもね、あんま変わんないんです。やった!
新しく覚えることは何もねえぜ。あんま変わんないぜ。さっきも言った通りね、1、3小節目一緒なんで、まず3小節目、これ一緒。ズチャツ、ドチャツ、これ一緒。一緒。で、その次、D コードにするんですけども、4、2、1、2、3。っていう風に順番に弾けば、これで4小節目が完成です。すっげえ簡単。パニアがないから超簡単。4、2、1、2、3。で、余裕があれば、ほい。4、2、1、2、3、ほい。余裕があれば、ほいまで入れてください。これが3用、小節目。ちょっと1、2に比べるとすげえ楽ちんですよね。4、2、1、2、3、ほい。これです。多分できると思います。1、2ができればできると思います。そんな感じ。で、ここからその5、6小節目に行くんですけども、まあ5小節目は一緒です。ここは一緒。問題がね、6小節目。ここがね、なかなかまたむずい。あ、無理だ。こんな感じのフレーズなんだけども、ここがね、って感じになると思います。っつって。むずっつって。何よっつって。バカっつって。何よってなると思います。頑張りましょう。5小節目一緒です。これ OK。で、6小節目、いきます。ちょっと、メモった方がいいです。人差し指で6弦の2フレット。で、中指で2弦の3、2弦の2フレット。で、薬指で3弦の3フレット。で、この3本の音を P、I、M で、それぞれ弾くと。で、これ2回弾きます。パッパーと、パッパーと、パッパーつって、パッパー、マンマンって感じ、パッパーって感じ弾きます。パッパーつって。で、パッパーと弾いたらまた2が来ますんだ。来ますんだ、なんだ。来るんだ。ケッパー2、パッパー2、こんな感じでございます。パッパー2、パッパー2、こんな感じでございます。パンパッパー2、パンツ、パッパー2みたいな感じですよ。パッパン2みたいな感じの。どんな感じだわかんないけど。まあそう、パッパー2ですよ。で、このパッパー2が終わったら、コードが変わります。これもまたね、3本指使ってるから大変なんだ。パッパーも大変だけど、2があって、その次また大変なんだ。人差し指でこの5弦の2フレットです。5弦の2フレット。で、中指で3弦の2フレット。で、薬指で2弦の3フレット。この5、3、2弦をそれぞれの P、I、M で弾きます。で、これを弾いたら、5弦弾いて、3弦弾いて、ホイ。5弦、3弦、ホイ。で、またこのホイは、おまけなんで入れなくても大丈夫です。入れられたら入れましょう。パーンと弾いたら、5、3、ホイ。続けると、こんな感じです。なんかゆっくり弾いてとかね、なんか何弾いてるのか分からなくなるよね。そのゆっくり弾いて、ね、ゆっくりやってると、俺は一体これは何のフレーズを弾いてるんだみたいな感じなんですけども、この5、6小節目を合わせるとこんな感じ。こんな感じです。あーってなりましたね。こんな感じです。この5、6小節目が、以上でございます。で、最後、7、8小節目。7、8小節目はね、あのね、2、3とね、一緒です。あ、2、3じゃねえや。3、4だ。なんでこれでね、もうほぼ OK って感じでございます。ほぼ完成でございます。それぞれ分かんないところがありましたら頑張って、巻き戻し何回も何回も確認をしてみてください。ちょっくら最後に、2回ゆっくり、繰り返してやってみます。2回繰り返してやってみます。ちょっとよかったら確認してみてください。いきます。1、2、3、4。もう一回いきます。こっちに行って、で、予言に、あ、違うだ、ドチャス、パニア、に、さん、ホイ、ズチャス、ドチャス、4、2、1、2、3、ホイ、ドチャス、
とじゃあでむずいやつほほいパンドすぎる。こんな感じでございます。でさらに余裕がある人はですね、興味がある人は2本目の動画の方でギターソロのソロみたいなフレーズもいこうかと思いますので、もしよければ、そちらの方も参考にしていただければ幸いでございます。それではとりあえずこの1本目の、概要といいますか全貌は以上でございます。分かんないところとか確認したいところとかがあったらね、その都度ビデオを巻き戻したりとかして確認をしていただければ幸いでございます。以上でございます。これからあとはね、もうなんだろう、その分かる分からないで言ったら分かるっていう人はもう OK、 分かる分からないで言ったら分かるっていう人は OK、 あとはもうそのできないからできるにしていけばいいだけなんで、あとも頑張って繰り返してみてくださいませ。ちょっともう少しいろいろこの確認したいぞという方はですね、少しこの一緒に確認をしていきましょう。できる人はもう次の動画へどうぞ、ドーン、どうぞ、どうぞ、はい、どうぞ、どうぞ。ちょっこら確認したい人は一緒に練習をしていきましょう。まずこのね、さっき言ったそのツ、これのコツなんですけれども、手首をね、使うことです。手首のこのひねりというか回転を使うことです。この手首、親指でこのね、6弦をこの叩くわけなんですけれども、極端に悪くやるとね、こういう動きダメなんだ。こうじゃないんだ。小指側を軸にして、この手をね、開く感じなんです。小指側を軸にして、この手首をこの返す感じ。で、こっから親指を、ウェーってこうね、サークルですよね。この180度、このなんかね、分度器みたいな感じで、分度器違うか、コンパスか。コンパス？分度器わかんないけど、まあなんか、その、ウェーってこうね、なんかこう、ザーってするんですよ。バーってこう、ニャーってこう。こんな感じの動きです。これ。で、この、叩いた時に、その親指の、この向きに気をつけてください。悪い例は、こういう感じ。6弦と親指がこの平行になってしまっていると、なかなかこう綺麗にこのパツッととかなりません。どっちかっていうと、この親指の先っぽがこの垂れ下がる形ですね。そのブランって、垂れ下がる形。この状態で、小指を軸にして手首を開いて、ペンと、持っていくという感じです。で、慣れないと、めちゃめちゃ気合い入って力入れてるのに、うっしゃい、うっしゃい、いらっしゃいってしてしまいがちなんだけども、全然ね、力は入れないんだ。全然力入れない。本当にこうね、親指に、このなんかこう、手の重みを乗せて、なんかね、6弦にこう、乗っけるって感じ。ぶつけるとか叩くとか、もうね、あーってぶちのめすじゃなくて、なんかね、なんか乗っけるって感じ。感覚として。この6弦にこの親指の重みを、手首の回転を使って、ペンつってこう、トンつって、バーンつって。そうするともう十分こうね、ツッと音が出るので、あんま気合い入れすぎずにやってみてください。気合い入れすぎてしまうと、この、なんか、にょーんって。なんかこう謎の音が、にょーんみたいな、出てしまってかっこよくならないので、軽く、手首を使って鳴らしていきましょう。で、その次、プリングの、ハンマリングの練習ですね。これですね。これまあね、できない人たくさんいらっしゃると思うんですよ。で、これね、あのね、コツとかないんですかっていう話をね、すごい皆さんすぐするんですけどもね、ない。です。ないです。人差し指、中指、薬指。もうこの D コードは固定をして、ひたすらこの小指でね、ハンマリングとプリングをこうね、ちょい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 ってやる練習をしましょう。もうひたすらこれを繰り返すんです。で、こんな早くなくていいです。ゆっくりです。ゆっくり。この3本の指が動かないように、このよーく意識をして、やってみてください。この小指だけ動かすと、小指だけ動かすと。で、僕はめちゃめちゃ簡単にやってるからね、あ、できそうって思うかもわかんないんだけども、やってみると、あれ無理じゃねってなると思います。で、そこでこの、なんか、それなんかコツとかあるんですかって話なんですけども、ないです。ないです。コツはないです。ひたすら動かす。ひたすら動かす。まあ今までなんそのね、日常的なさ、その生活の中でさ、その小指だけ動かすってこういう動きないじゃん。だからね、もうこれね、できなくて当然なんですよ。もうできなくてしょうがないんだ。もうこの小指だけ動かすみたいなのができなくてしょうがないんだ。これしょうがないんだ。でも、こう何回も何回もこの固定して小指だけ動かすっていうのをひたすら続けてると、そのね、体のコントロールがどんどん上手になっていくんですよ。なんか感覚で、これ本当もう言葉で言えないよ。感覚っすよ。感覚で。ずっとこの動かしてると、そのね、この部分を、こういう風にこのね、頭からその指令を出すと、小指だけ動くなっていうのをね、だんだんね、つかめるようになってくるんですよ。何回も繰り返していると。何回も繰り返していると。僕できないけどさ、その、この顔のさ、その筋肉をさ、すごいこのめちゃめちゃこの操ってさ、耳を動かせる人いるじゃん。耳とか頭皮とかさ、動かせる人いるじゃん。
あれなんでできるかっていうと、別にその、ね、人間技じゃねえとかさ、人じゃねえとかさ、超能力とかそういうわけじゃなくて、その体のコントロールが上手って話なんですよ。体の感覚として、ここの筋肉をこういう感覚で動かすとここが動くってことを感覚で分かってるからさ、できるんだけども、まあ普段さ、僕らそのね、あの食べたりとかさ、歩いてとかするからさ、何か掴むとかさ、何かこうね、持つとかさ、食べるとかでできるけどさ、それはもう今までそうなんだろうね、おぎゃーと生まれてさ、なんかおぎゃーと言った時はもうね、これしかできないからさ、もうちょっと僕、あの娘が今4ヶ月なんだけどさ、もう4ヶ月の娘はもうひたすら今、もう拳をむさぼり食うことに夢中になってしまって、もうね、よだれだらだらでもしょうがないみたいな感じなんだけどさ、そんなもんなんですよ、誰でも、僕もそうだったし、誰でもそうなんですけども、でもそっからさ、もうね、たくさんそのハイハイをしてさ、このお座りをしてさ、このね、立つようにさ、なんかつかまり立ちしてさ、うんたらかんたらで、お箸とかおスプーンとかのトレーニングもさ、たくさんしてきてさ、もうこの今までのその蓄積が今だからさ、だから今当然のように皆さんがやっているそのね、お箸を持つとか走るとか歩くとかそういう動作ってさ、もう何年も練習してきた積み重ねの結果なわけですよ。だからそれを当然と思ったらいかんのですわ。何の話だ、頑張って生きよう。違う、そんな話じゃない。違う、頑張って、いや生きてるよ、僕らは頑張って生きてる。違う、そんな話じゃないんだ。だからそう、小指だよ、小指です。僕が言いたかったのは小指の話だ。小指だけこの動かし続けてるっていうことがね、その皆さんがそのギターを始めて何年か分かんないけれども、そんなやってないと思うんですよ。そんなやってないんですよ。だからできないの。でも、もう何度も言うだけども、そのね、何度も何回も繰り返してば、そのね、本当もう体のコントロールが上手くてさ、もうどんどん指がもうね、自分の思い通りに動くようになっていくんで、とりあえずもう騙されたと思って、まあ別に騙しちゃいないんだけどさ、騙されたと思って、この3本の指を固定して、ゆっくりいいから、小指だけって言いながら、練習をしてみてください。そうするとできるようになる。これはコツとかじゃない、鍛錬です。修行です。頑張ってやってみてください。さすが小指だけーってやってみてください。よろしくお願いいたします。そうするとできるようになります。よろしくお願いします。最後にもうちょっとだけコツをお話しさせていただきます。これはね、ちょっとね、プラスアルファの話なんで、余裕がある方だけで OK です。余裕がある方だけで OK です。何かっていうと、1,2,3,4,5,6 小節目かな、ここのところなんですけども、このコードの時、2回ブンブンって弾くじゃないですか。このブンブンって弾く時の1回目の音をスタッカート、ちょっとこう短めに弾くっていう動作を入れていただくと、より原曲に近くなると思います。バーバーってこう伸ばすんじゃなくて、パッパーとパッパーパッパーバーバーじゃなくてパッパーといくと、弾いた後にこの指を離してください。弾いたら指を離す。で、離すっつってもこうね、ビャーンって完全に離すんじゃなくて、このね、音源をやめるというか、この押さえているのをやめるって感じです。そうすると音が止まるんですよ。気持ち1回目の時はこんな感じで、このスタッカートで止めると、それっぽくなるかと思います。別に伸ばしてもいいんだけど、ちょっとこの、ね、切った方がそれっぽくなると思います。余裕があれば、スタッカーとも気をつけて、意識してやっていただければ幸いでございます。そんな感じでしょうか。ちょっといろいろとね、あの説明バーっとしながら、解説をさせていただきましたけども、どうだったでしょうか。まあなんとなくね、分かっていただけたかと思うんで、あとは頑張って練習していただければ幸いでございます。もし分かんないこととかね、その質問というか、そのここができねえんだよ、ここが分かんねえんだよっていうのがあったら、あのぜひもう事細かに、できる限り詳細に、具体的にコメントで、僕に伝えてください。なんかできませんとか、ここがなんか分かりませんとか、ざっくバランスすぎると、僕もあの何が分かんないか分かんないとか、何ができないか分かんないって話になるんで、もしその皆さんの中で、いやちょっと待って、もう少しこの辺を話してほしいんだよっていうのがあったら、できるだけ細かく詳細にコメントしてみてください。次の2本目の動画ではギターソロ部分を、解説するんですけれども、その後ろにこの3本目を、後で作ろうと思っております。で、その3本目の動画はこの1本目のこの動画のコメントを見て3本目を作ろうと思っているので、なんかこう気になることとかね、あの言いたいこととか伝えたいこととか聞きたいことありましたら、できる限り詳細に、コメントしていただければ、幸いでございます。そんな感じでございます。よろしくお願いします。それでは余裕があれば、次の2本目の動画で頑張ってギターソロの方も習得していきましょう。余裕がない人はこの動画をひたすら繰り返し確認をして、何度も練習をしてみてください。よろしくお願いいたします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、グッバイの前に、before、前に、私、滝沢勝成、
YouTube メンバーシップなる、まあなんかこう有料会員みたいな、なんかそんな感じのあれをやってるんですよ。でまあそのコメントいただいてそれに答えたりする時もあるんだけれども、やっぱ限りがあってさ、しかも100個もらったらね、2個くらいしか答えられないんですよ。もうコメントが100個あったら2個くらいしか答えられないんですよ。だからまあね、いろんな方に対してこうねスルーしてしまって大変に申し訳ねえって感じなんですけれども、そのジャワ会の方に入っていただくと、会員の方になっていただくと専用質問箱みたいなのがあって、そこの質問箱に投稿していただくと、100% 僕が答えるなんて、そんな感じの、特典を用意していたりとかします。なので、そのね、コメントでこう、ぴゃーっと書いて、そのまま、なんだろうな、その、まあ、あわよくばみたいな感じで待つんでしたら、一回その、ジャワ会の方に入っていただいて、その直接僕に質問していただいて、その回答を待った方が、より多くのものを得られるかと思いますので、もしよかったら、そちらの方もご検討していただけますと幸いでございます。そんな塩梅。ではそんな感じで今回の動画もかなり長くなったと思うんですけども、最後までお疲れ様でございました。素晴らしい、ここまで頑張ったあなたは素晴らしい、褒めます。素晴らしい、偉い、素晴らしい。あとはもう頑張って、動画を終わった後も、動画を見終わった後も練習するだけだぜ。これからが勝負だ、頑張ってね。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、グッバイ。